感動よもう一度、誰も吹かなきゃ俺が吹く、秋山幸雄の男塾泣きのサックス講座。どうも、今週も見ていただきましてありがとうございます。男塾泣きのサックスコーナー始まりました。今日は先週に引き続きオールドタイム、これのソロの部分をやってみたいと思います。この曲もですね、実はソロは作り上げております。たまにねロストして、もう頭からケツまでアドリブで吹くこともありますけども、まあ、大体、作り上げたソロを吹くことが多いですね。今日はその作り上げたソロをちょっと解析しながらやってみたいと思います。それでは軽く、まあ、全部吹くと長いので途中まで吹いてみましょう。あまり長くなると終わってしまうので、まあ、これもですね、最初ちょろちょろ中パッパ、後半バクバクいきましょうという、まあ、よく私が言っている起承転結、最初の出だしは静かにむせび泣くように吹きましょう。わかりますね、もう泣くように。ちょっと注盛り上がりでね、ここから盛り上がってますね。ここで一区切りですね。まあ、ここまで最初と比べると後半の盛り上がりはもう全然違いますね。実はこっからまだ盛り上がらなくちゃいけないんですね。ここからエンディングはですね、もうまたむせび泣くようにグッと落とさなくちゃいけないですね。で、落とすことによって最後のテーマが効いていきます。もうここはちょっと泣いてる感じで、最後のこのロングトーンはですね、一番大切です。ここはですね、ロングトーンで結構な小節を伸ばしますから、ここは一息でいけるはずですから、ちっちゃい音でねずっと最後までいって最後は盛り上がって終わると。こうするとね、決まったって思うわけですよ。これが万が一
なたら台無しですからね、もう最後までキュッとあの気を引き締めて演奏してください。そうするとオールドタイムも君のものだ、君のものだ、2回言いましたけど、はい。今日の男塾泣きのサックス講座いかがでしたか。ご質問は番組ブログより送ってください。番組ブログはメイドインジェダと検索すればすぐに見つかります。このコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますので、泣きのサックス習得に役立ててくださいね。以上、男塾泣きのサックス講座でした。また来週。